どうもお疲れ様です。ババログです。2024年も早いものでもう1ヶ月が経ち、かなり出遅れた感はありますが、私も2023年の買ってよかったものをジャンル問わず12点紹介したいと思います。去年は春に引っ越したこともあって、ファッション関係だけでなくインテリアや生活用品もたくさん買って、かなり散財の年となっていたので絞るのが大変でしたが、衝動買いで紹介していないこっそり買っていたものも出てきたりと、意外な結果となっていると思います。最後にランキングを発表いたしますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずファッション関係から紹介していきます。一つ目は、去年の初売りセールで 30% オフでお得に買えたアンスクリアのデニムです。形はストレートだけど、普通のデニムではなく前と後ろの色落ちが違って、後ろにポケットがないという癖ありのデニムです。セールではありがたく、サイズもぴったりで自分の足との相性がすごくよくって、スタイルもよく見えるし、履いてるだけでおしゃれに見えるので、コメントでもよく、どちらのデニムですかっていうふうに聞かれました。色落ち具合も好みの色で、形もストレートなので飽きることなくずっと履くと思うので、今回はこちらはセールでお得に買えて、かなりいい買い物になりました。続いてプチプラでは、なんやかんや文句を言いながらも意外と良かったユニクロ C のボアコートです。今年は暖冬っていうこともあり、フリースで裏もついてないけどすごい暖かくて、ここ最近ちょっと寒くなりましたが、11月に0度だった韓国でもこれで十分だったので、雪国以外の日本ではこの冬乗り切れるんじゃないかなって思ってます。マックスマーラのテディにはほど遠いですが、まあまあ使えたと思います。ちょこちょこ最近になってインスタでは登場していましたが、実は今年大奮発したアウターは堺のスタちゃんです。まだ暑い7月か8月に時間つぶしにたまたまお店に入って、まあさすがに着るのは先すぎるので買うつもりは全然なかったんですが、羽織ったらもうダメでした。特に堺のスタジャンは人気で、多分着る時期になったらもう絶対なくなってるし、スタジャンは持ってなかったのでずっと何か欲しいと昔から思っていて、こういう定番のものは中途半端なものは無駄になると思っていたので、結果堺で自分の納得のいくものが見つかってよかったと思っています。同じくこちらも11月に買ってやたら着ていたものの、紹介してなくてどこのですかとよく聞かれた AP スタジオで買ったスウェットのようなダメージニットです。出かけるときはほぼこれを着ていたら大丈夫っていうぐらい、困ったときはこれを着てて、おしゃれすることをかなりサボらせてしまった罪なニットになっています。こう見えてニットなので、スウェットと違ってゴワッとした立体感がなく、落ち感が綺麗なところがお気に入りです。こういう古着っぽいロゴのスウェットや T シャツはベイクルーズグループの AP かドゥーズ M クラス行ったら、ちょっと高いけどいいのがあるので、欲しくなったらいつも探しに行っています。こういうタイプは1万円台で探すのですが、これは3万円とちょっと高くて予算オーバーでしたが、試着したシルエットが良すぎたので奮発して購入しました。でもちゃんと元は確実に取れるぐらい、この冬はかなりよく着ています。こちらもすいません、紹介してませんでした。11月2日にナイキのアプリのスニーカーズの発売日にスタンバって購入できたナイキ V2K、前評判が良かったせいか、買おうと思っていた25が速攻で完売してしまっていて、焦って 24.5、25.5 も更新したら、こちらもあれよあれよという間に完売。絶対欲しかったからもう考えてる暇もなく、26とりあえず買ってみようと買って、届いて履いてみたら結構小さいデザインだったみたいで、たまたま26にして良かったという結果でした。むっちゃ軽くて履きやすく、どんだけ歩いても疲れなくて、スカートでもパンツでも何でも合わせられるので、最近本当にこればっかり履いてます。去年プチプラで買って一番高見えをしたのが、こちらの楽天で買ったサイドゴアブーツ。ブーツは特に安いやつはそれなりに見える中、これは1万円以下でボッテガのブーツに見えるぐらい高見えするデザインになっています。中途半端な高さの多いサイドゴアブーツですが、これはふくらはぎの真ん中くらいまでの高さがあるので、足も細見えしてスタイルがよく見えるし、何より軽くて履きやすいです。ブーツインするにも高さがあるのでバランスがよく、ミドル丈のスカートにも足が見えることなく合わせられるので本当に重宝します。雨や雪の日は本革の高いブーツは傷むので怖くて履けませんが、これはもちろん合皮なので、長靴だと思って気にせず雨の日でもガンガン履けるので、これから雪が降った日とか用に一足持っておくと便利だと思います。
最近どれも値上がりしている中、なぜか私が買った時よりもちょっと安くなっています。これも酒井と同じパターンですが、4月にたまたま店の前を通って見つけて即買いしてしまった丸2のバッグです。一昨年の夏に買えばよかったと後悔していたら、去年も出ていて、さらに5月から5万円ぐらい値上がりすると聞いて、普段ならさすがに買っていない金額でしたが、5万円浮いたと思って買いました。でもこんなに使うとは思ってなかったくらいに夏はヘビロテしました。しっかり値上がりしてセールにもなってなさそうなので、本当に買ってよかったと思っています。2022年の年末のホリデーコレクションで即完売してて買えなかったギャルソンのタッセルウォレット、年が明けてからもどうしても欲しくて、ちょっと割高になってたんですが、並行輸入サイトで逆輸入して買いましたが、持ってるとやっぱり評判が良くて買ってよかったと思っています。財布は使いやすいものを長く使うタイプなので、バッグより買いやすいから、ハイブランドで何か持ちたいなと思う気持ちはあるんですが、これ以上のものがなかなか見つからないので、まだまだ使えてます。私の2023年のベスコスは、レチノールでずっと愛用しているキールズで極度の乾燥肌を改善してくれた、このアドバンストスキンバリアクリームです。3月に購入して、もう12月に2本目リピ購入しました。キールズで一番人気のクリームよりさらに効果の高いクリームで、固めのテクスチャーですが、肌に置くとすっと馴染んで伸びがむちゃくちゃ良くて使いやすいです。また改めて愛用のスキンケア動画を出しますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。家電では去年2月に買ってそろそろ1年経つ同志社の加湿器です。使っていたノーブランドの超音波式の加湿器が壊れて、ビジュアル的に角とかバルビューダとか買おうとか思っていましたが、超音波式はまずお手入れが大変で、角は昔使っててすぐ壊れた経験があるので、あまりいい印象がなくて、たまにしか掃除しない私には衛生的にも良くないと、まず加湿方式から考え直そうといろいろ調べてると、やっぱり最終的に加熱式の見た目ポットみたいな象印の加湿器がどこも優勝してました。でもビジュアルにも気を使いたい私は、お値段も少し安くて可愛い見た目の同志社の加湿器がガジェット界隈でも評判が良かったので、こちらにしました。とはいえ、引っ越しして部屋が増えたので加湿器一つでは全然足らないので、この冬は各部屋に加湿器が必要と比べるためにも象印の加湿器も導入してみました。確かに評判通り象印はいいんですが、比べてみると同志社のポテンシャルの高さが際立ちました。一人暮らしや寝室とかに置くなら同志社で十分とおすすめしたいところなんですが、同志社もかなり人気が出てきたようで、私が買った時点で8636円だったんですが、今はもう1万3000円ぐらいになっていました。しかもほぼ品切れ状態なので、もう少し出して象印を買った方がいいかもしれません。なんでもっと早く買わんかったんやと、一番生活を変えてくれたのがこちらの自動センサー式ゴミ箱です。キッチンのゴミ箱は匂いも気になるので蓋ありのタイプを使っている人が多いと思いますが、キッチンだと手が汚れている状態で蓋を開けることが多く、すぐ汚れて衛生的にも良くなかったりします。両手が塞がっている場合でもセンサーで自動で蓋が開いてくれるっていうのは本当に人生が変わります。ゴミ箱の価値観として、だいたいこの大きさで3000円ぐらいっていう風な感覚で、1万円近くもするゴミ箱って高いと思ってなかなか買う決心がつきませんでしたが、いつも汚れた手で開けるのが気になっていたし、このサイズのゴミ箱はどうしても隠せないので、ビジュアル的にいいゴミ箱を探してみたら結構いいお値段もするので、それなら合理的な方にお金を出そうと思って、ゴミ箱に対して意識改革をして買ってみたら大正解でした。何でもハイテク好きな私にとってはなくてはならない存在になりました。インテリアでは新居に引っ越してきて購入した金出物のカフェテーブル、3回引っ越ししてもずっとアデペシュのインダストリアルなテーブルを気に入って使っていましたが、今回の部屋のフローリングの色も薄くて雰囲気に合わないし、一人のダイニングテーブルにしてはちょっと大きすぎたので、コンパクトな円形タイプに変形しました。四角い家具が多い中、円形のテーブルが入ることでありきたりな部屋のレイアウトを一新できたので、思い切って買い替えてよかったと思っています。金出物は天板や足などいろいろカスタマイズできるのでかなり悩みましたが、このタイプにしてみてよかったです。以上、2023年ベストバイ12点紹介させていただきました。
ちょっとババログさん、もっと大奮発したやつあるでしょって感じですよね。まずずっと欲しくて3年越しにやっと買えた東郷は、部屋にあったら可愛くてテンションが上がるんですが、スマホに目をやると私好みのアカウントをフォローして見ているせいもあるんですけども、これみんな持ちすぎちゃうってすごい冷めてしまってる感はあります。欲しいって思った3年前は部屋も狭くて金銭的にももちろん貯金もないので、さすがに買えなかったのでしょうがないんですが、やっぱり欲しい時に買っておくべきだったなと思っています。そしてジルサンダーの観音炉もちょっとやっぱり私の荷物の多さ的に小さすぎて、一番のネックが私の大好きなギャルソンのタッセルの財布が全く入らないっていうのが難点で、財布を買い替えないといけないっていうのがちょっとやっぱりこのバッグとしての機能を果たしてないなと思ってランク外とさせていただきました。あと番外編で案件でいただいたので今回入れてないんですが、プロジェクターとテンシャルのスウェットセットアップはランキングに入れていいなら確実に上位に食い込んでいたほど本当に良かったです。ありがとうございました。それでは紹介した12点のランキングを紹介していきます。また今回ギリギリ入れませんでしたが、年末年始の衝動買いも結構しているのでまとめて紹介したいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。